はい、こんにちは、山城と申します。今日はですね、何に来とるかというとですね、まあ久々のお出かけ企画ということですね。まあ新型コロナウイルスの影響でいろいろとありましたけど、今回ね、一応三重県の方はね、今日5月の23日、24日なんですけど、一応ね、三重県は解除になりましたからね。ただ県外には出かけないでくださいねとかな、あまり不要不急のということはあったんですけど、一応ね、それなりにもお店とかもね、商業活動とか、こっちの方は再開をしてきておるということで、県内で、ちょっとね、じゃあせっかくやから出かけようやないかと、いうことでですね、四日市駅までやってきましたということですね。実際ね、このね、期間中どうなってるのかっていうのがね、ちょっと JR とかね、ちょっといろいろ乗ってね、確認していきたいなと思うわけでございます。で、ついでにね、ついでにというか、こっちが本来の企画なんですけど、今回はですね、せっかくなんでね、ターミナルのね、完全制覇シリーズってやってたじゃないですか。ということで、今回はね、JR の三重県編ってことでね、三重県のね、三重県の JR のターミナル全制覇してみたっていうのをね、やってみようと思います。いや、なかなかね、JR って言ったら大変そうに思えるかもしれませんけど、これね、ふと気づいたんですよ。JR って、橋になってる駅意外と少ないんですよね。実は三重県にある橋になってる駅というのが、実は2つしかないんですよ。1つがね、この前行った、三宮線の鳥羽駅ですね。で、もう1個がね、名勝線の伊勢沖ってことでね、せっかくなんでね、この鳥羽はね、最悪行ったんでね、その映像を使いますとして、伊勢沖津ね、せっかくだから行ってみようじゃないか。あそこやったらね、言い方は悪いかもしれませんけど、多分そんなね、寒道になるようなね、激混みはしてないと思いますんでね、山奥ですからね。ということでね、そういう感じでね、やっていってみたいと思います。久しぶりに来たな、こっちの。ってことでね、今日実はね、めちゃくちゃ朝の早い時間に来てるんですよ、これ。誰もいねえな、そりゃそうだ。日曜日のね、これね、朝の、5時45分なんですね、まだ。ということでね、切符売り場自体は空いてるんですよね。で、今回はね、伊勢沖津までね、いくらかなっていうね、伊勢八幡しか書いてないから、1600円、確かに伊勢沖津までだったらね、1800円かね、それぐらいするんですよ。あれかな、こっちの方では買えないのかな。そうですね、1690円までしかないから、伊勢沖津を買おうと思うと、どちらにしろ多分これで買わないといけないです。で、普通に、切符の買い、買ってみましょうか。自由席を購入ですね。で、こっちから伊勢沖津までの買い方がないのか。そうか、伊勢沖津までの買い方がなさそうですね。よいしょ。で、伊勢沖津まで確か1800いくら、ちょっとね、これ買えないんで、どうしたらいいか分からんけど、ただね、裏技というかね、今回はね、もともとね、これお得な切符ってのでね、なんかね、これ青空フリーパス、こいつをね使ってみようと思うんですよ。で、本日、大人1人、これだとね、1600円でしょ。はい、ちょっとね、混んどったんで、ね、後ろの方積んでたんでね、カート買ってきましたけどね、こんな感じでね、実はね、お得なね、フリーパスってのはね、JR 東海、青空フリーパスってのが出てるんですよね。で、これ、フリー区間は下記の当時ですってなってるんですけど、これ2600日で、さっき言ったように片道1800円ぐらいかかるので、もう往復でね、これ使ったらね、お得になるんですよね。これでしたら途中の乗り降りもできますからね、せっかくなんでね、これを使ってみようということで買ってみました。で、領収書でしょ。通常でしたら大体この手のやつって、伊勢鉄道が通れなくなりますんでね、それで、これだといけないってなるんですけど、どうもね、これはね、伊勢鉄道をね、使えるはずなんですよね。ただ、フリー区域、フリー区間に点線になってるでしょ。これがどういうあれかな、あれ点線になってたと思うんだよね。これね、点線じゃなかったらね、これは使えますよって言いたかったところなんですけど、大丈夫なのかな。いざとなったら亀山経由で行くっていう手もあるんですけど、ちゃんとそのあたり調べてからやれっていう話なんですけどね。
まあいいや、とりあえずね、駅員さんもいませんけど、多分ね、中に入ったらね、誰かしらいるでしょうと思いますんでね、とりあえずね、中入っちゃおうと思います。土地屋城ね、もう買っちゃってますからね、熊宮邸でね、行けばね、絶対問題ありませんから。ということで、早速行ってみましょうね。よいしょ。さあ、通りましたよ。ということでね、さあ、どんどんやっていきたいと思います。こんな感じでね、まあ、JR に横手駅はもう見慣れてますよね。あ、ちなみに今回ね、新しい試みというか、全部ね、スマホだけでね、一回撮ってみようかなというんでね、古いスマホとね、ちょっと出してきてね、スマホ2台でね、こう、一回引っかえ、撮ってこうじゃないかなと思ってるんですけどね。うん。あの、マイク買ったんでね、これ、マイクがね、どうしても拾いが悪かったんですけど、マイクも買い替えましたし、新しいの買いましたし。でね、あと一つね、うかつだったのが、その新しいマイクがですね、なんかあのビデオカメラの方にはつかないんですよね。なんかそういう仕様をやったらしくて、これをやらかしたということでね。あ、でもなんか観光案内かね、人もずらーっと貼ってあるんですけど、なんか全然ないのがすごく寂しい感じですけどね。まあ仕方ないですよ。県外のね、広告出せないですからね。で、ここね、ちなみに JR 横浜駅は一面三線っていうね、ちょっと変わったところです。伊勢鉄道に乗ろうと思ったらね、これがね、ちょっと大変でね、いつもはね、降りたらすぐここにあるわけなんですよ。ね、神山はこっちにね、普段はこっちの方行くんですけど、伊勢鉄道はね、よいしょ、さっきはここからね、ずっと置かれてきました。こっちのね、ここでずっと行くとね、まあ案内もあるか分かりやすいですけどね、ずーっとあって、この奥にね、ポツンとあります。これがね、よいしょ、伊勢鉄道のね、ホームになってるんですね。こんな感じでちょっとホームを途中で切り替えて、そこに一つね、こんな感じでね、橋の駅を作ってます。ということで、ね、これはね、実はね、ターミナルになってるんじゃないかな、なってるはずなんですよね、実はね。あんまり私も来ないんでね、こっちの方まで。もしこれが乗れないってなったらね、急いでこの亀山の方に乗っていかないといけないんですけど。これ、伊勢鉄道までですよね。まあ、あの、機動車ですけどね。ああ、あった。久々にね、半分。行きますよ。多くの奥なのに。はい、ターミナルってことでね。こんな感じでね、ちょっとも JR はこれからないんですけどね、あんま。よいしょ。あ、すいません。はい、確かに大丈夫だ。ってことでね、悠々とね、あとで長雪ですけど、もうすぐ亀山行きも来ますけどね、まあ、悠々と見送ってですね、59分の方は見送って、私はこっちのね、まあ、横浜行きってなっても、これが通雪に変わりってね、行けるますんでね。よかったよかった。これね、そうですね、伊勢鉄道使えるんだと本当お得ですよね。よいしょ。一応、せっかくなんで撮ってきましょう。あ、変わりましたね、通雪に。はい、こんな感じでね。で、後ろ乗りの前降りって言ってね。あの、基本的にもう、あの、ワンマン運転のね、行動になってます。伊勢鉄道はもう、あ、ってことは、ちょうど伊勢鉄道も端から端まで行きますからね。伊勢鉄道のね、ターミナルもね、これで、ついでにやっちゃいましょう。はい、よし。あ、開いた。ということで、開きましたんで、乗りましょう。こんな感じで、ザ・ワン。